そう思ったよ。なんで君そこにいるの？だっておかしいよね。え？え？いるの？あ、そんな時間あったっけ？さすがにシェリフで。あの、誠に申し訳ません。シェリフです。あ、申し訳ないです。ビビッチョさんが展望で切られてて、ネイドさんが切ってて、それを切りました。なんで切るっていうのは、できて、いや、できないと思う。あ、ないって言ってほしいな。たくやさんがその場合、メインではいて、変なタスクをしてメインに残ってることになるから、多分皆さんの視点的にそれがない。だからもう、変なやつ。あ、たくやさんが変なやつか、そもそもメインで湧いてないと思いますよ。え、たくやさん変なやつなんですか？ちょっと今、ヒアルくんから、たくやさんは変な動きしないやつって言ってもらえたと思ったら、最後裏切られたけど。ちゃんと訂正してたんだよな。何訂正するんだよ、あいつ。で、ビビッチさんがアップロードやってて、僕はおさめをつく形でアップロードやって、その時に米サボ鳴って上上がってウィッサ待ってくれてたんだけど、そこにキッチンから来たレンさん切られて、僕が切ってるって感じ。どうした？めっちゃ不運やと思って。ビビッチさんが正気さん待ってたから死んだんやろ。そうかわいそうに。勢いよと。なんで、ヒアル君、僕にはちょっと優しいのに、タキヤさんに厳しいの何なんだろうね。本当に。あいつ許せねえわ、本当に。本当に。許されちまえ、お前。なんでかわいそうって言ってくれんのに、タクヤさんのは、なんか変なやつって言うんだろ。許されろ、お前。おい、なんでリアクター直しに行かねえんだよ、ヒアル君、お前。